14から3から3タンパク質は、すべての真核生物の細胞で発現している、保存された調節分子のファミリーである。14から3から3タンパク質は、キナーゼ、ホスファターゼ、膜貫通需要体など、機能的に多様な多数のシグナル伝達タンパク質に結合する能力を持つ。200種類以上のシグナル伝達タンパク質が14から、 3から3のリガンドとなることが報告されている。脳脊髄液中の14から3から3、タンパク質レベルの上昇は、クロイツフェルトヤコブ病の兆候である、可能性がある。ペプチドに結合した14から3から3タンパク質に、両体の分子構造大部分の哺乳類には7種類の、異なる14から3から3タンパク質を高度する、遺伝子が存在し、 白いヌナズナでは13から15種類と推定され、酵母では2種類である。14から3から3タンパク質は、構造的には、テトラトリコペプチドリピートスーパーファミリーに類似しており、一般的には9本か10本のアルファヘリックスを持ち、通常は N マッタンのヘリックスの相互作用によって、ホモに両体、またはヘテロに両体を形成する。これらのタンパク質には、 基地の就職ドメインが多数含まれており、ニカカチオンとの相互作用やリン酸化、アセチル化、タンパク質分解による切断などが行われる領域が同定または予測されている。十四から三から三はペプチドを結合する。十四から三から三タンパク質の一般的な認識モチーフにはリン酸化セリンまたはスレオニン残基が含まれるが。 リン酸化されていないリガンドも報告されている。こうしたリガンドとの相互作用は良心媒的性質を持つ溝で行われる。14から3から3タンパク質は1967年に脳組織中に発見され、クロマトグラフィーとゲル電気営動によって生成された。牛の脳資料では14から3から3タンパク質はデアエセルロースカラムから溶出する14番目の分割に位置し、 澱粉電粉連ド同ゲルでポジション3.3に位置していた。14から3から3タンパク質はクラススイッチ組み換えにおいてアイソフォーム特異的な役割を果たす。クラススイッチ組み換えの媒介の際に活性化誘導、七人でアミナーゼと相互作用すると考えられている。チェック1とチェック2による CDC25C のリン酸化は14から3から 3ファミリーのリン酸化セリン結合タンパク質の結合部位を形成する。14から3から3の結合は CDC25C の活性にほとんど影響を与えないが CDC25C を細胞質へ隔離し G2M 期の移行時に核に極在しているサイクリン B、CDK1 との相互作用を防ぐことで調節を行っていると考えられている。 14から3から3のイータアイソフォームは、活液中の関節リウマチのバイオマーカーであることが、報告されている。14から3から 3α と14から3から3デルタは、それぞれ14から3からータと14から3からータのン酸化型である。緑色植物赤いにおいて14から3から3、タンパク質の大きな遺伝子ファミリーが存在することは、 植物の生理学におけるそれらの必要不可欠な役割を反映している。14から3から3タンパク質は細胞膜の自己阻害状態の P 型 a t p アーゼを活性化する。14から3から3タンパク質は a t p アーゼの C 末端の保存されたスレオニン残機に結合する。ありがとうございます。